Axel.net. 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 Net.こんにちは。アクセルポッドキャスト号外サイトワールド2014特集をお送りします。中根です。今サイトワールド2014の会場に来ています。で今回もですね、昨年同様に出展されている方にインタビューをしてその模様をお送りしようと、そういう企画です。でサイトワールドは毎年この11月の初めに開催されている視覚障害者向け総合イベントというふうになってますけれども、講演会シンポジウムとあと、比較的規模の大きな展示会、 IT 系家電系それからその他視覚障害者向けのいろいろな生活用具とかですね、そういったものを取り扱っている展示会、こういったものが3日間にわたって開催されています。で今年も2014年11月1日から3日にかけて東京の錦糸町の駅のそばで開催されています。ということでインタビューをお送りするわけですけれども、今回も私に加えてあとお二人、一人だったり二人だったりするんですけれども、一緒にインタビューに回っていただく、お手伝いいただくということで、お願いしています。ということで簡単に、まずご紹介していきましょう。すべてのインタビューに一緒に、行ってくださることになっている、去年も同行いただいたこの方です。はい、こんにちは、辻勝俊です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、拡大読書機等の、ロービジョン向けのロービジョンユーザー向けの製品等を扱っている業者出展者へのインタビューに同行していただく、去年も、一緒に行っていただいたんですけれども、この方です。はい、石木正秀です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、2人だったり3人だったりで、今のところですね、10数社、そうですね、はい、回る予定になっていて、でも最終的にちょっと何社になるのか、なんか会場で突然インタビューできることになるケースとかがあるんでね、分かんないんですけど、そんな感じでお送りしていきたいと思います。そうですね、とりあえずまず、お二人それぞれ何かこう今年楽しみにしていることとか、去年のことを考えつつ今年はこういう部分に注目しているとか、そういうのがあったら、教えていただきたいなと思うんですけど、じゃあまず辻さんから。はい、そうですね、やっぱり、会場にこう実際に足を運んでみないと、見られないもの、聞けない音、さまざまあると思うんですけども、そういったその、会場の熱気を少しでもですね、こうリスナーの方々に伝えられるといいなっていうのが毎年楽しみなんですけれども、今年もそのなんて言うんでしょうね、こうたくさん会場いろんな出展がありますけれども、その中からこう主に IT 系になるとは思うんですけれども、その少しでも聞いてくださっている方にこう興味を持っていただけるような情報をお届けできればなと考えております。はい、石木さんどうでしょう。はい、僕は去年、このインタビューで拡大読書機を出展していらっしゃる、会社さんをいくつか取材しましたが、僕自身ロービジョンでありながら拡大読書機がこんなに進んでいるのかっていうのはすごいびっくりした印象が強いんですね。なので今年、その去年の11月から今年にかけての1年間で新しい製品がどれくらい出ていて、どういうふうな変化が起こっているのかっていうのはすごい楽しみにしてます。なるほど、確かにその1年間って短いような気もするけど、特に IT の世界、拡大読書機なんかも、含むんですけれども、技術の面って意外と早かったりするんで ね、知らないうちに変わってることっていうのはいろいろありそうな感じがしますよね。そうですね、はい、今年はね、初日の11月1日結構天気が悪かったので、若干出足が、悪いのかな、鈍いのかなと思ってたんですけど、蓋を開けてみるとそんなことはなくって、例によってかなりごった返しております。はい、びっくりするほど、はい、そうですね。で、会場の、それこそブースの前でね、インタビューに応じていただくケースもありますし、会場の裏の方のなんかひっそりしたところでちょっとインタビューする場合もあるんですけれども、会場の熱気も含めて、お伝えできればなと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。ということでこの3人、だったり2人だったりでお送りしていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、以上サイトワールド2014特集イントロダクションの回でした。では次回をお楽しみに。さよなら。
このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback@axel.net、feedback@axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。